はい、月です、本日は4月の7日でございます。いや、久しぶりの投稿となってしまいまして、3月の初めに、子供と嫁さん経由でノロに感染してしまいまして、ノロウイルスですね、1週間くらいヘロヘロ状態で、治ってからはその1週間で溜まった仕事ですね、穴を開けてしまった部分をひしこいて処理していたので、ご存知の通り期末ということもございまして、3月中はほとんど何も、仕事以外のことはできなかったということで、4月になってようやく落ち着いてきたかなという感じなんですが、また風邪ひいてまして、ちょっと咳が出るという感じですね。多分年による老化による、体の弱体化だと思うんですが、皆さんもぜひですね、お体をご自愛いただければと思います。3月に購入して開封してない商品とか、出品しようとしてできなかった商品がたくさんありまして、特にメルカリさんは、手数料が 5% だったんですかね。1万円以上のものは、3月中までは 5% だったので、ここぞとばかりに出品しようと思ってたんですが、そのタイミングをしてしまいましたので、ぼちぼちと、出品投稿できたらなというふうに思ってます。あとコメントも、いただいていたんですが、返信できておりませんでしたので、しっかりと、ご返信させていただきたいと思いますので、今後とも、気長にお付き合いいただけると、もう個人でございます。で、本日開封するのは、これですね。トイ。多分、これですね。この、よ。はい。こちらの商品、Fire TV Stick と、テレビをもっと楽しくとなっておりますが、ずいぶん前から嫁さんが欲しがってまして、家のテレビで大画面で YouTube を見たいと。で、私はプライム会員に入っているので、ビデオも何本か見れるんじゃないかということで、Fire TV Stick 欲しいと言われてたんですが、新商品が出るとアメリカの方ではもう発売されてたと思うんですけども、日本はなかなか発売されなかったので、待ってたところ、2月の22日かなに発表されて、4月6日、昨日届いたという状況でございます。では早速開封していきたいと思います。こんな感じで、随分シンプルと言いますか、随分ちっちゃいなという印象ですね。はい。見たい時にすぐ楽しめると。あと音声認識で簡単検索。以前の機種はこの音声リモコンが別売りだったので、それだけで2、3000したのかな。ですので合計すると7000ぐらいしてたかと思うんですが、今音声認識リモコン付きで4908円となっております。はい。バッファリングの待ち時間を解消、簡単に使えて持ち運びにも便利となっております。ほうほう。中身はこんな感じですね。 Fire TV Stick のマニュアルとパッケージ内容というふうに書いてありますね。はい。接続方法こんなになってます。電源が必要なんですよね。はい。音声認識リモコンに電池をセットしましょうということですね。はい。これが本体ですね。非常に小さくて軽いです。はい。そしてこれが音声認識リモコンですね。そしてあとは電源ですね。よ。はい。電源と、おお、なるほど。これはケーブルアダプターなんですね。はい。ここに書いてありましたが、この HDMI 延長ケーブルはテレビの HDMI ポートに Fire TV Stick を直接差し込めない場合、または Wi-Fi やリモコンの接続状態を改善したい場合などにご使用くださいとなっておりますので、ちょっとそれはうちのテレビで試してみたいと思うんですが、基本はこんな感じで
電源を入れて、HDMI に挿して、で、ここから電源を供給するというところですね。ちょっと今日はリハビリを兼ねた、動画の撮影ということもありまして、開封編としてここまでとしたいと思います。本当につまんなくて申し訳ないんですが、で、次回ですね、実際セッティングできるかどうかをまた検証してみたいと思います。ではまた。